行ってきます。一足先に大宮へ行ってきます。行ってらっしゃい。ラブくん行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあ行こうかね。こんなにたくさん荷物だらけで、まだカーペットも敷き終わってないし、段ボール作っただけだし、あと10箱くらいですね。何の荷物です。先にめっちゃ冷たかった。やばい、重い。さようならのハギーは、ハギーとじゃあ行ってきますね。こんばんは。今お見送りをしたところで終わってると思うんですけど、ゆうたろうくんのインスタとか、あとチームでゆうたろうくんを知ってくださってる方とかは、もうあのチームの公式のインスタグラムとかで発表があったのでご存知かと思うんですけど、ほんと急遽移籍が決まりまして、まあ、ゆうたろうくんだけ大宮に行くっていう選択もあったんですけど、ちょっとそれも寂しいなということで、一緒についていくことにしたので引っ越しをすることになりました。で、ゆうたろうくんはちょっともうあの練習に参加しなければいけないし、先に向こうに行ってもうやらなければいけないことがねあるので、ゆうたろうくんは先に東京の大宮の方に行ったので、私一人でここから約10日間一人暮らし、久しぶり、もう一人暮らし久しぶり、いつぶりだろう、結婚するちょっと前だから、でもまあそんな1年ぐらいですけど、それぐらいぶりに一人暮らしを10日間ぐらいなんですけどね、することになって引っ越しの準備をここで一人でやっていきたいと思います。ということで、そのなんか映像とか引っ越しの荷物を詰めてるところなんかを皆さんに付き合っていただきたいなと思って動画を回すことにしました。はい。でもね、ゆうたろうくんのお友達とかがすごいお手伝いに来てくれて、昨日ねキッチンのものを全て片付いて、でカーペットもね全面に敷いていたんだけれども、もうそのカーペットもほぼ外してある状態まで持っていってあります。あと廊下、ラブくんがまだ歩くから廊下とかね、そこら辺はまだ敷いてあるんだけど、一部は、まあ、ほぼ終わってるような状況です。ほら、段ボール、こちらがねキッチンですね。まだちょっと片付けてないんだけど、そんな感じでやってますね。うん、まあ、何回かね同じような映像をいっぱい多分載せてるんだけど、まあ、こんな感じで引っ越し準備をしているような感じになります。こんなんですね。ほらまだ洋服いっぱいかかってるんだけど、こう何日間かで片していけたらなと思いますので、皆さんどうぞ私にお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ラブくん大丈夫？最近ね、お母さんがねラブくんに手作りご飯をあげるようになったんだけど、なんかそれが原因か、顔にお米をつけております。はいっていうような感じで、皆さんよろしくお願いします。今から約まだ10日間あるんだけど、いろいろね予定が私も組みまくってしまっているので、そのなんか予定を全部なくしながら引っ越し作業を進めてる時間は動画を回そうということでやっていきますので、ということでスタート。どうもこんばんは。こんばんはとか言って時間帯バレた。引っ越し作業を撮っていきます。全然進んでないんだけど、なんか予定だらけでさ、意外と外に出てることが多いから、まず玄関片していきます。全体的に結構さ広かったから、私的にはお気に入りだったんだよな玄関。なんかあと6日に迫ってきたんですよ、引っ越しまで。全然実感なかったし、ゆうたろうくんが行ってからなんか寂しいなとか思ってたけど、まだ 2,3 日しか経ってないから、ゆうたろうくんが いなくなって、だからなんかあんまり違和感がないっていうか、普通に遠征だったらよくあることだし、この 2,3 日の1人とかは、とかなんかまだ6日あるけど実感がない、こんなに段ボールに囲まれて生活しているというのに、っていうような1日ですね。ラブくんもいるし、この箱を運ぶ人絶対重い。早
らないな、これ無理だ。玄関からまず綺麗にしていくタイプですね。この玄関のやつはもうこれで閉めちゃおうかな。危ない。ネイル道具、ネイル道具ネイルとかもしなくなりますよね。ギリギリパンパンまでつめてギリギリまで止めることが大事だった。なんか最近ちょっとゆうたろうくんがすごいお世話になってるご家族がいて、一緒にご飯をさせていただいたので、ね、ご一緒させていただいたんだけど、その時に引っ越しをすごいいろいろやってきてるから、なんかこういうことをしたらいいよって言って、すっごい身のためになったのが、大きな間取り図を書いて印刷して、でそこに番号を振り分けて、特に一軒家とかの人がこれが2階これが何階っていうのを全部段ボールに書いておくっていうのが大事って教えてもらいました。確かにそれは思いつかなかったっていうか、やってる人はいるのかもしれないんだけど。 OK、 とりあえずこれはおけまる、おけまるか。ずっとこの価格ですみません。私浜松生活が半年で終わると思ってなくて、結構楽しんでたんだけど、思ってた以上に楽しかったんですよね。だからなんか寂しいです、普通に。よいしょ、玄関が綺麗になってきたぞ。これね、なんか引っ越しで運ぶ方法を教えてほしい。観葉植物ちゃんたちをどうやって運ぶのかっていう問題があります。よし、我が家結構観葉植物だらけだからな。これはね、私がもうめちゃくちゃお気に入りで買ったんだけど、インスタグラムで見つけたドライフラワー専門店みたいな方がこれ作ってて、で欲しくて買ったんだけど、可愛くないこれ。結構この玄関に置くのはまあなんか風水的には NG らしくて、一回ね風水の先生にお家を見てもらったの。っていうのもなんかそれをすごい信じたかったとかそういうわけではなくって、今よりもっと豊かになる情報を得られるかもしれないと思って、初めて風水の先生にお願いしたのよ。これはここは OK でいいんじゃない。このねカーペット今置かれてるんだけど、このカーペットをもう向こうのその新しいお家に持って行って全部敷こうと思っていて、だからこれをね今から剥がしていきます。寂しいねラム君、でもお掃除しないと床拭きしないといけないので、ラム君の足は危ないけどゆっくり歩いてもらうということで、しばらく5日間くらい我慢してもらいます。じゃあ行きます。ラブくんのために完全フローリングだから、フローリングの中央で作ったんだよねラブくん。よいしょ、こんな感じだったっけって感じなんですけど、我が家床がめっちゃ茶色い。ね、私たちその引っ越しがねそんなに期間なかったから、なんか前回もだからなんかオンライン内見とかしかできなくて、そうだからなんか初めて見たこんなに床が茶色いの。こんなに茶色かったんだ、はじめましてみたいな。今なんかもう引っ越してきたみたいな、キープキープたかったきてあみたいな気分です。最近肌が綺麗になったんですよ、見て。でしょ、まあそんな感じ。待って、本当に暑い。こんにちは。
ちは。こんにちは。出てくる時の動画どんどん忘れた。そういえば忙しすぎてバタバタしすぎてて、引っ越し業者さんがやってくれてたもんね。そう、どう対応してたらなんか忘れてた。ただいま合流しました。大宮はすごい暑いからね。そう、暑い暑い、びっくり。今日45度、車の温度 45.5 度だった。信じられない。ここからゆいちゃんも大宮生活に慣れてもらわないと。そう、引っ越し作業もあるけどね。でも楽しみだよね。楽しみ。家も変わるから結構楽しみじゃない？なんかいろいろセッティングするの。引っ越しがたくさんあるから、思っていたよりも早く。引っ越しがこう頻繁に訪れてるから気持ちが入れ替わるかもしれない。気持ちが入れ替わるって？ちょっと新鮮というか、新鮮さがあります。ね、だって俺も新鮮だもん、今日から。だから新居には、うん、それまで俺は寮住んでたけど、大宮のね、いいところを教えられていいけど、うん、いっぱいありそうじゃない？でも教えてくれるって言ってたよ。大宮にゆいちゃんが来たらいっぱいいろんなところを紹介しますって DM が来てた。黒川家にも教えてもらえるからね。いや、そうだね。最後お見送りしてくれたから入場券まで買ってくれてお見送りでなんか引っ越し祝いとか言ってブドウフラペチーノを奢ってくれた。ほんと？うん、はるかちゃんも来てたもんね。そう、来てました。黒川家は僕が今いるチームに前いた選手です。家族、そうそうそう、静岡でよくしてもらったからね。うん、じゃあこれから大宮でまた新たな生活が始まるということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ラブ君はまだ家が変わることを知らない。そうだよ、意味も分からず来てるから旅行ぐらいに思ってるんじゃないじゃあまた落ち着いたら動画撮ります。はい、バイバーイ。